どうやって切ったの？何切ったの？包丁。俺は自分で足で叩いたの。うちはだからもう何言ってもありなんですよ。入れ墨がありますよ、小指がありませんよって言ってもそれもあり。頼りにしてたんで、自分の中での教会ってテレビで見た屋根の上に十字架があるイメージがあったんです。そういうお店を教会にするっていうことに対して違和感はちっともなかったし、この人は本当に牧師として生きてる人なのかなとは思いましたけど、刑務所の中にいるときに聖書に出会って、俺の人生の中でヤクザは終わりだ、覚醒剤も終わりだ、人生はやり直すことができる、一人救われた、この救いのために僕たちは働いてます。生きてきて博打ですから、自分の大ギャンブルにね、一点張りで。